そろそろ 1, 1年経ってるんですね。日本に来てから。お<う>、うん。で、日本、まあその、日本に来てから多分、うん、なんだろうね。2週間ぐらい経って健康診断だったんですけど、で、そろそろ多分、あさって健康診断がありますね。それちょっと楽しみにしてます。健康診断に。な,なんで なんか、なんか、あの、前回すごい、あのー、なんだろうね、何したらいいかとか全然分からなくて、もう、もう、ずっと、あの、その、健康診断に行ったときに、もう、結構、合害してたんですね。もう、すごい、なんか、すごい混乱してて、なんか、な、なんで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 、なんか、なんか違うんですよ。なんか、ああ、の、日本、まあ、僕がやっ その、その行ったところは多分。普通かどうかわからないですけど。その。僕が。マック、マック、マックの製品みたいで、普通になんか。点々。あの、所々。あの、一つ、一つだけの審査を受けて、で、次の医者に行って、うん、なんか。そういう。<ー>なんか。控除みたいな感じだったんですね。その喧嘩する。ああ。あそ、それすごく。 なんか慣れ,慣,れ慣れてないからそういう普通じゃないなと思ったんですけどカナダ違うのもうもう医者さんが一人で全部もう一個一個やってくれる感じだからああそれが普通だと思ったのねそういうなんか普通の毎年やるやつだったらその自分の行け,、うん、けつけの行なつけそういうもう毎年かかりつけかかりつけかかりつけああれかかかりつけの、ね 医者さんにの見てもらって、うんえー、そうねもうぜ全部は30分とかでかけてあのやってもらう感じなんだけど日本に来てそのとんでもない数の医者さんが同じとこに行って一,個あの一人一人 <laughs> のなんか役割あって、うん、その健康診断が行う感じなんですよね。 それは確かに混乱しますね。うん,うん。そうで、なんか、普通になんか、自分の番号もあって、牛みたいにね、うん、番号あって、で、うん、<laughs> てん行って、あの。ああ、えー、で,<も>で、それ何じゃあ、今からじゃ五5番に行ってくださいとか、6番に行ってくださいとか。そうそうそう。何々番が何々番の部屋に行ってください,みたいな。そう、番号、さらに番号みたいな。番号と番号とそう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 。うん。 お祭りみたいなねそうでその部屋に入ってその部屋に,開く中のあにあるセクションもあったりしてセクション1とかでなんか全部全部なんかすごいステ,ステップがめちゃくちゃ多くてあのー、そもそもあのー、なんだろうね聞き取れない時もあるから一つだけ聞き取れなかったらもうえっえっ、ー、ってなっちゃうから、うん、確かにね <laughs>、うん、次次何番ですかっていうのはね そうそうそうみんなも普通に結構回ってるしあの必死にあのなんかあんまりなんかゆっくりとはあの歩いてる人あんまりいないから普通みんな結構急いでて歩いてるからあんまりなんかあすみませんみたいなできない状態でああ確かにね、うん、そうそれは混乱しますね、うん、すごい混乱したんですけど今回はリベンジだから、うん、成長したかどうかを あの, <laughs> あの証明するための日にしてますそ,それはいつなんですかあさってああ、うん、もうすぐ本当にもうすぐ<う>ええー、それを同じ病院でやるんですかいや違う病院だからもしかしてもまた混乱するかもしれないですけどなんかそのオフィスが移転した,ああしたんですよねなんかその移転したからそのああそ一番 一番、えー、近いクリニックに行ったので、うんうん、そう、だからまあ、前に言ったようにね、ゲームみたいにしてみて、うん、まあ、ポジティブね。 そうそれはまあ、うんまあ、とりあえずか番号番号さえ分かってれば OK っていう感じですね、うん、多分もう何も聞かず普通はいつもなんか音楽かけてると思うんですけど何も聞かずに、うん、多分なんかすごい周りを凝視ながら、うん、あの、うん、もう番号を聞くようにしますねうん、うん、そうね何かどっちの方が分かりやすいんですかねっていうのはあるよね 一人のお医者さんで全部できればそ,う、ね、それに越したことはないけど、うん、まあ多分こっちの方が効率的効率的じゃないですかまあ人が多かったらねその患者の数が多かったら、うん、そ,うそういうなんかシステムみたいなのがあった方が、うん、まあ便利まあカナダカナダあんまり健康診断はしないですよね,そ,ねその毎年 まあ、そうでしょう、ね。そもそも。そういう、なんか、会社でやりなさいみたいなのはそんなないですよね。うん、そうそうそう。よほど大きいところじゃない限りは。うん、そう。だから多分、日本で結構普通だと思うから、会社がなんかは、うんは、払ってもら払って、もらってなんか、全部予約もしてくれてみたいな感じが普通気がするんですけど。で、じゃあそれ、あさってじゃあ仕事休みなんですか いや、あのー、確かに、えー、なんか、午後2時、3時みたいな感じになってるので、まあ、あ<ー>うん、ランチ、ううでもランチも食べれないかもしれないですね、その前、前の食べずに、食べずに行く感じ。食べちゃダメなケースもあるので、そうですね、まだ全然小さ、うん、なんか、その、でっかい封筒もらったんですけど、まだ開いてない。うん 開けてないからちょっとどういうルールなのかわかんないですけどうん。うん、もうそこら辺もねまあ確認しておくなんか食べちゃダメな時もあるので、うん、まあ検査に行くと前回はそうだったんですけど結構うん,うん、うんうん、まあどうだろうなまあだから多分,多分午前に出社して行って、うん、で、うん、会社に戻る感じかなと思うんですけどそんなになんか なんだろう働けないような状態にな,ならないと思うので、のでうんそうです、ね、そうですか。まあ、それがまあ、約1年ぶり。そうですね。まだ1年になってないんですけど、たぶ、うん、もう10日間 ?11 時、11日間後には、 1あのい一年になると思うんですけどそうですねうん記念日ですね記念日ですね何しようかな何かする、うん、何かするんですかいや特に特に何をやらないですねもう映画見に行ったらいいじゃないですか映画いやもう d ン o ま見ましたのでちょっと最 <laughs> 後 <laughs> 十分ですね <laughs> いや今だって あるじゃん、新しいそのエターナルズとかあるじゃないですか。ああ、あ結構好きなんですよね。ターナルいや、あまり興味ないです。<laughs> あ、そうなんだ。知らなかったです。昨日、昨日かな。昨日、その、うん、あの、日,日本語を勉強、私が日本語を教えてる人がいるんですけど、うん、あの、その人があのイギリスに住んでいて、うん、で、うん あの先週末ね、見てきたらしいんですよ、うん、エターナルズを。お<ー>だから。え日本人ですか違います。中国人ですね。中国人。うん、うん。で、その、あのエターナルズってどんな映画でしたかって聞いて、うん、その人に全部説明してもらって、うん、日本語で。え、うん、あってなって、まあ、うん、私は見ないっていう。 もう全部聞いたので、<あ>その、<あ>その全部聞いたので、その始まりから、りまで全部聞いたので。ああのですいや、微妙。ストーリーが微妙。微妙あ、そんなにでその子が言うには、まあ微妙。あ、その子も、ちょっとあれ,あれだな、みたいな。その子が言うのは、なんか1から10で6。 まあ、そっぽい、ね、微妙なんですよ。なんか微妙なんですよ。なんか微妙なんでうんで。え、そしたら普通じゃんって言ったんですよ、私は。え、それ普通じゃんって。六、うん、って普通じゃん、いや普通じゃん通じゃん。微妙。うん、そんな悪くないです。悪くない。でもそんな素晴らしいわけでもないみたいな。おぉ、うん。えって。まあたまにね、そういうのいいんじゃないですか見るのが。なんか。うん。毎回。 すごいいい映画見たら、ちょっと麻痺されちゃうから、たたまに何かいい、そうなんかちょっと微妙な映画を見て,てもいいそうそう。で、それでなんか6の理由もまあ聞いて、え、なんで6なんですか、うん、っていうのを聞いたらなんか音楽は良かったみたいな。あ、音楽で上がったみたい。音楽は8ぐらいやったみたいで、その子からしたらね。うん、おなるほどね。じゃあ、うん、そ,それだだったら、その、 映画自体が四みたいな感じですよね。でストーリーライン、まあまあ、みたいな。うんで、私なんか言っちゃうんで、だからこういう話してると、ちょっとエターナルズの話言っちゃうんで、あんまり言わないようにしてるんですよ、気を気をつけて。うん、言わない、言わない。平気な、平気なので私、その言うの、うん、なんか最後にこういうのあるんですよとか、言っちゃうんですダメです、ダメです、ダメです。聞くし、その、見てきた人に聞くんですよ、私は、そのエターナルのを。そう,うん、そう。だからそれも、もともとなんか、 あのー、その子に何かなんか天気良かったんですかみたいな話してて、いや、そうですよみたいな、なんか久しぶりにねこの間映画見に行ったんですよみたいな、あ、そうって、何ですか、うん、何見に行ったのって、エターナルズみたいな、うん、あ,あれですかみたいな、あ,あれですかって言ってそう、あのエターナルズですかって言って、うんうん、あ、そうそうって言って、えど,どうなったんですかって聞いたので、私は。うんお 終わりから聞きたいんですよ、よ始まりじゃなくて。どうやって終わったのってラストシーンから聞く人なので、ね、私は。すごいな。それは、うん、全然理解できないですね。<laughs> でそこから戻してって、戻してって、その前に何があったんですかっていう話を聞いて、ああ、そういうことね。 ってなって、うん、ありがとうございます。それでもうじゃ死になくて大丈夫です。ね、へえそれはちょっとちょっとちょっとわかんないもう言うことない、ねそ。それで見てそれで見それで見たいって思ったら見るんですよ私は。見るんですかその後。見るの日本の興味えじゃデュー見,見ます？いやそれは初めからあんまり興味がないものあんまり見ない。マジで。うん。 面白いのになそう、うんその。だから、その、デ u n e 自体がさ、ちょっと、まあ謎、謎っていうか、別に謎の映画を見ないわけじゃないんですよ。うん。ネットフリックスとかでも散々ね、謎の映画ばっか見てたりしてた時期もあったので。なでキャキャッツキャ c a t c a t キャッツいやいやいや、それはもう、見てないよ。うん、それもだから、なんかすごい、レビューがひどかったから、うん 逆に気になって、うん、そ,うそうそうそう、だから見るんですよ。見たことないけど。<laughs> そう逆に気になって何がひどいのかっていうレビューを YouTube で見ました。あ、レビューを YouTube で見ました。何があったのみたいな。キャッツであって。 ミスる要因がさ分からなくてあんだけね、うん、ミュージカルもすごいよくて、うん、でストーリーもまあそこそこ面白いんだろうなって思ってるじゃないですか見たことない、うん、私は、うん、ミュージカル自体そのキャッツの、うん、でなんかいろんなそうねな有名な人たちが出てるから、うん、ああまたそっち系の映画ですかって思ったらあも,うあも,うもうあれもうあれダメですダメです,メです、ね、でみたいなどうやったら、うん ダメなのと思って、うん、そのレビュー見ましたね。あなるほどね。うんはい、平気なんですよ。ネタバレ平気なので私。すごいな。まあ最近結構多い気が多くなった気がしますよ。ネタバレ OK な人。僕の周りの人だけかもしれないですけど、なんか最近会ってる人。うん みんな OK になってるなっていう印象が最近あって、全然わかんないけど、なんでか。そう。だから、でも、ネタバレ OK じゃないっていう人も私はわかってるので、あ、も余計なことは言わない。余計なことは言わないんですよ。あ、それは嬉しいです、ね、私言ってほしいので、私言ってほしいので聞きたいんですけど、そうじゃない人もいるので、言わないんですよ、うん、何も。あ、それは嬉しいですね。 結構その,そのネ,タネ,ネタバレオッケーな人結構あのい言っちゃいたいから僕結構あそう逃げちゃうんですよね、うん、もう言わないで言わないでって言いながら逃げちゃうからだからもうスター・ウォーズとかあのアベンジャーズとかうんあのなその 最初の日、その初日には見に行かなくて、うん 2> あの、2週間とか3週間とか経って、あんまり人がいなくなってから見に行くんですね、私そういうの見たかったら。はいはい、でも完全にネタバレ読んでから行ってますからね、全部。え、もう完全に何も知らない状態に行ったことあります <laughs> それはあんまりもともと興味がない映画だったり。 あのね、友達が行きたいから一緒に行った映画だったりとか、うん、そういうのはその予備知識がない状態で行って、うん、へえって思うだけででも自分がそう見たかったりしたやつはもう気になっちゃうんで先に全部読んじゃいますね、はあ、でもそういうなんかその何びっくりすること好きじゃないですか 本当にそのシーンが彼だったみたいなそうそうそうだからそれをなんか最初から見てるからえこの人なのっていうのを見ながらいや、うん、ああ確かになっていうのを見ながら映画最初から見てます、ね、あそこが楽しいそこが楽しいっていうかなんかはあってなんか考えられたストーリーだなって見る <laughs> へえ もうそうそ、うん、全然まあななんまあは、はあ、なんで好きなのかわかるけど理解はできない理解はできるけど納得はできないそれはね、うん、それはね、うん、あの分かる, <laughs> 分かるだから最近私そのクリミナルマインドっていうそのドラマを見てるんですね <laughs>、うん <laughs> あれもあの一番最後のところにカーソルを持って行って <laughs> たまにね<え>毎回じゃないよ <laughs> たまにね<え>一番最後のところにカーソルを持って行って,ってあこいつかっていうのを見て戻してでその事件を最初から追うっていうねういやでもそのそさエピソードによってはクリミナルマインドの最初から分かってる場合があるじゃないですか誰かっていうのが。うんうん うん、でそのエピソードはいいんですよ、別に私は。<ー>見るから、それはそれで、最初から最後まで。うんうん、で、たまに、なんか、それで実は違ったみたいなのがあったときに、最後に、<laughs> その人じゃなくてみたいな、そうじゃないんだよっていうのがあったときに、うん、あっ、騙されたっていうのがあるんですけど、<laughs> そうじゃないときは、なんか、普通にこう <laughs>、あの、見て。え、誰 誰みたいな話になって、で、戻したときに、うん、あこの人だって途中で気づく。へえそれは一番びっくりしたかもしれないですね。うん、多分最悪、最悪並みかな見方だと思うよ。もう、一層全部逆に見たらどうですかうん、うん。もう、最うリバースでも,もう、<laughs> 全部見たらいいんじゃないですか、うん、だから、うん、そうだね。 そういうドラマもあって、日本にね、うんその、その刑事のドラマでさ、そういうのがあったりとかするから、そういうのはいいんですよ、うん、最初に犯人が分かってるから。あもうむずむずしちゃうんですよ。うん、早く、早く、早くみたいな、誰、誰、誰みたいなのが気になっちゃって。へぇ。止まんないんですよ、もう、そうなると。すごいなぁ。すごい、感心はしてます。すごい。 そう,そういうね、うん、楽しみ方あす、ね、まあね、うん80%から90%の人に理解はされないですね基本的には理解されてくれない世界に住んでてど,ど,うど,うどんな気分ですかうん最初はねなんかちょっと <laughs> ああやっぱわかんないかって思うんですけど、うんうん、まあでもだんだんとさ 分かってくるじゃん。うん、うん。だからこういう見方もまあありなんじゃないのかなって、こう自分を納得させてね。うん。うん、<laughs> 自分を納得させて、まあうん、まあ私はこれが楽しいから、うん、まあいいかって。うんうんうん。そう。だから「スター・ウォーズ」とかね、好きなんですけど、うん。見ちゃいますね。あ、メタバレを。 見ちゃいますねえっていうそのえっていうそのえっていう瞬間を見たいんですよ、はい、私はあーそのなんかく今来るみたいな瞬間をそうそうそう,そう映画館で見てそれを見てる人を見たいんですよ映画館でえってなってる人たちを見たいで、はい、おえってなってるってやっぱなるよねここ えじゃあ、それだけのかん感情、その感情はそれだけですかあ、やっぱそうだ、やっぱなるんだ、みたいな、うん。こういう感じねって、そのなんかあるじゃん。読んでると字だけだから、わか、うんないんだけど、<あ>それで映像を見たと、うん、あ、こういう感じでいくのねっていう、うんうん。なるほどね。そう。<laughs> へぇーそう。なんかマーベルとかってさ、その最後にあるじゃないうん。うん エンドロールみたいなのがあってでまあ大体エンドロール終わりまでみんな座ってるじゃないですかうんだからそれもねあるのかないのかまず知らないとうん、うん、いやでもそ,それは分かるんですよその存在があるかどうかそれはつい調べるんですよね、うん、みんな調べてると思うんですよねそ,それかみんなが立たないからあこれあるな あ,うん、あるなと思って、うん、座ってて座最後でもそのエンドロールの後の内容も <laughs> 事前に見てるんですけど私はあ、はい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 あなるほどね <laughs> そこまでね <laughs> そう,うでそれであっそっちそっちみたいなそれも無駄なんじゃないですかもうしし知ってったらもういやもうマジいいですか多分最低だと思う,と思う本当に本当に最低だと思う <laughs> それは

なんかはみたいな。うん。一応何で来たのみたいな。<laughs> <laughs> なっちゃうから。お<ー>そういうふうになっちゃうから。ふつうにさ、あの、いや、楽しかったね。うん、ねえ、みたいな。うん、あの辺すごかったよね。ふつうのその、なんか映画を見終わった後の話をしたいから。うん、ああ。なるほどね。 まあそうですね。そこに集中、うん、したいですね。まあそうですね。うん、<う>基本はだから、そっちですね。んねいやなんか映画とか見に行ったらどうですかその記念日に、一年の記念日に。まあもう一回デューを見に行くでもいいですし。すね、いや、そこまで。まあよかったですけどね。全然よかったですけど。 一回で、うん、うん、ドゥーンが、ジューンがよかったですけど。<laughs> ええー。もう一回で満足。うん、そうですね。うん。<ー>イターナル、イターナル、イターナルズえ、なんか、<laughs> そうわかんないな、うんエターナル。エターナルズ。<laughs> エターナルズ。<laughs> エターナルズ。<laughs> うん、<laughs> うん。それ見たくないな。それ見たくないです。あ、そうなのそう、僕はあん,なあ,あんまり興味が。 なんかよその予告編を見たら、まあ、ちょっと興味湧いてきたんですけど、うん、その評判とかを全部聞いてから、あんまり興味ないですね。気にするタイプなんですか、レビューとか。まあ、みんなが、まあまあって言ったら、そこまで行きたいと思わなくない <laughs> まあ。はい んまあ、うん、そ,れそれはねまあそのでもそのキャラ自体も知らないしそ,<の>そんなになんか確かにねただなんかああ面白そうい映画みたいだから見たいけど評判悪いって言ってるからもう意味ないっていう流れです、ね、そうだからあれはなん,、うん、なんかどうしたんだろうねってすごいなんか思っちゃいましたもん、うん、そ,のそもそもエターナルズっていうの出てきた時になんか、うんうん あったじゃん MCU ってそのマーベル、うん、シネマティックユニバースありますね、うんそう。一人一人さ、うん、そのソウとかキャプテンアメリカとか一人一人の映画があって、で、なんかそれが集まった時にみんなアベンジャーズみたいになった時のその興奮みたいなのがあるじゃん。うん、<laughs> もう全部合わせたらさ、何十時間みたいになるわけじゃない。うん、その MCU 全部合わせたら。 うん、でそれだけやってきたのにいきなりエターナル何十人とポンと出てきて。<laughs> うん。わかるわけないじゃんね、そんなの。そう。それは、まず誰で,す誰ですかって入るじゃん。誰ですかみたいな。うんうん、これたち誰ですかみたいな。<laughs> うん、うん。そうだな。うん。そう。まあ、普通になんか、なんだろうね。中国がアベンジャーズを作ろうとした。 感じでなんかちょっとそれは言い過ぎでしょ。それは言い過ぎでしょ。それは言い過ぎぎだよ。いや、もう、<laughs> いいうん。まあ、そういうなんか、ブランド品をつく、あの、もう一回つく <laughs> 作ろうとして、売ろうとしてる感じだから。うん。なんかその、ちょっとでもこれは、うん 狙い,狙いすぎな気がするそんなね、うん、エターナルズって言っちゃってさそんないきなりたくさん出てきたらさ、うん、分かんないよキャラクターもの名前も分かんないしそあのそれキャラ自体の能力とかはまあち,ょちょろっと見たんですけどまあ面白い面白そうなキャラ行ったんですけど自分の映画にした方がいいんじゃないと思うそうそうそれ一人一人がねそう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 、うん、なんかそうそう なんなどうしたのかなって。うん。焦ったのかなって思っちゃいましたね。うんうん、まあ、まあだから見ないです。うん、けど、まあ、ほんと々とだから。あるかな。かかなふふその、振りガイ見たいっすね。振りガイか。振り替えしたっけ。いや、それはだから、かそれはだから、あのカナダ人が出てるからでしょ、うん。いやいや、まあ、いや、デッドプール大好きだからね。それだけ。 たまたま彼,彼が好きなんでしょ彼は大大好きでしょライアンさん、ライアンさんが好きなんでしょライ,ライアンさんは、うん、レイ,レイヌルズ、レイレイノル,ルズ。レイレイノルレイルズ。レイノルズ。レイノルズ。イノンレイノルズ。さんノルイオン好きレイノルズ。レイノルズんが好き。レイノルズです、ね。レイノルズ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 。レうノルズ。レイ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 ノ <laughs> なんそれはいい、それは言いすぎでしょう。どういうところで彼になりたいんですかなですどうう。どういう意味どういう意味映画を撮りたいってこといや、映画を撮り,りたくはないですね。ああいうキャラクターになりたいってことですかキャラクターが面白いんじゃないですかその多分ユーマーが好きなんですよ。<う>ユーマーが彼の。結構合ってるので、僕と。うん。うん、で、<こ>あれは。好きですね。振りがい、さあ。 うん、デッドプールじゃないまあそうですね。キャラクター一緒。いや、まあそう、それはもうライオンのキャラだから、それなんかデッドプールじゃなくても、普通にそういう役しか演じれないと思うんですよ。ライオンが最近<ー>、うん。だからそういうなんか、観客と直接話したりとか、そういうなんか、うん あの,あのスタイルね、ねデッドフルのスタイルがもう彼のスタイルだから、うん、ですごいウケるからもう何,、うん、何入れても面白い感じにしてそう、ねまあ多分そろそろ、うん、1>, まあ1年、2年経ってもうみんな飽きちゃうと思うんですけど、うんまあ、とりあえずいいからバンバン出ていけみたいな、うん、<laughs> 感じかもしれないですね。 そうね、だから、うん、うんそうね。だから彼だけじゃないからね、そういう人って。ドウェイン・ジョンソンとかもそうじゃないですか。まあそうだね。まあそれはみんな多分、もう飽きちゃったと思うんですけど、彼とケビン・ハート。う,うん。うん。うんそうね。ビン・ディーゼルもまあそんな感じですからね。そう。そのあの、あの、連中がなんか何かの映画に出たら、出出たらもうその映画ぜ、うん、絶対にも見ないようにしてますね。完全に。あ、えー、じゃあもう見ないんですか 彼のシリーズ見ないですね。うん、もう、あんまり興味ないですね。そもそも。うん。ちょっと飽きちゃったから。前は好きだったんですけど。まあ、最初はね、最初は本当に車っていうかさ。あ、その車の方は見たこともないです。興味ないです。え<っ>興味ないです。<laughs> <う>見たこともない。逆に何何を何を見たんですか逆に。トリプル X とかですかうん,かん トリプル x っていうビン・ディゼルの映画があるんですよ。あ、それ、いや、あの、ビン・ディゼルはそんなに見てない。だけど、そういう系の、そういう系の,うう K の,あの映画に出てることが多いから、そういう系、その系の映画あんま見ないから、ちょっと好きじゃない。あーな。なんか、ドウェイン・ジョンソンとか、ケミハートのそのコメディの、うん、の映画。 前に結構好きだったんですけど、そういうコメディのスタイルちょっと飽きてきましたので。そうね、まあ、そうですね。それはだから、のセスさんもね、そうですから。セスさん。セスさん。セス。セス。セス。ローガン。ローガン。そうそう。はいはいはい。まあ、セス彼もカナダ人。カナダ人ですね。 セスさん。セスっていう。セスさん。そう、セスさん。TH ないから。TH ないから。そうなのセス。はいはい。え彼の方がマシ僕的にマシなんですけど、彼も同じじゃないですか、キャラクター。まあそうですね。でもなんか、それなんか、ゾンビじゃないですか。それぞれゾンビゾンビです。大体そんな感じじゃうん。だから、そうですね。 で、僕。好き嫌いがあるからね。<の>何で。僕が好きなのは、ええー、なん、なんていうでしたっけ。ええー。結構。あの、痩せてる白人。き、気まずいイメージ。何、それ。俺絶対わかんねいよ、そんな。いや、絶対わかんない、そんな。ええー。スコットピ、ピルグラム。の。主役、うん、ああ。気まずい。あ,<ー>あの。

雰囲気ギコチない感じ、うんでオフ。オフィスとかですかオフィスとか。オフィスのコメディが好きですけど、見たことないですね。クリップしかなんかちょこちょこ,こあ。ないの、うん。なんですけど、多分好き。多分好きと思う。ん <laughs> <laughs> でしょうね。これ多分好きでしょうね <laughs> 多分見。見たら多分好きになると思うんですよ。うんだから で,でも,あでもカああ、カナダ、違う、カナダ、カナダじゃないわ。あ、違う違う。それはまあいろんな、その、うん、あの、なんだっけ、今だったらさ、あのブルックリン、ない、ない。大好き、大好き、大好き、大好き。好きあ、だから、そ<う>はい、わかるわかる。それ大好きですよ。そういうことね。そういうことね。ああ好きじゃなさそうですか、ね、あ、それはね。好きじゃいや、見ます見ますけど、私、あの、どっちかっていうと、オフィスとか、あのパックさんのレクリエーションとかが好きなのですけど、ね。ああ、その、イギリス、なんか、 イギリスっぽいい冗談じゃないですか,そうなんかアメリカのオフィスの方が好きですけど、私。イギリスのオフィスちょっとねダークすぎるんで。あ、そうなんだ。ジョークがちょっとダークすぎる。あそな嫌いじゃないですよ。<ー>嫌いじゃないですけど、なんか普通にそのコメディとして見,見るときになんかちょっと何、何、うん、幸せな気持ちになれる笑いだったりとかしたら、やっぱりその、うんうん、マイケル・スコットのほうがいいので。うん、まい、あ、もんね、演技が。 うん、そうね、だから本当にそれっぽい電気。うん、だから、だから、オフィスのあの人がいなくなってからオフィス見てないですね。あ僕はちょっとわかんないですね。誰す途中でいなくなるんですよ。あの、契約かなんかの関係でいなくなるんですよ。あ<ー><彼>あ、そうですか。うん。そう。だから、<あ>それが起きてからは、そうそう、マイケルいなくなるんですよ、途中で。あネタバレじゃん。 ね、そうだね。でも、もう知ってるから、それはもうああ、うん。すごい有名だから。まあまあまあ,まあまあまあ。そう。それですね。うん。まあ、確かに、その、まあ、まあ、結構そういうクリップとか見てるんですけど、マイクルが入ってないやつはあんまない多たぶん、<laughs> それ以降も,も、そうそうそう。面白くもないかもしれないけど。うん。あとは、あの、なんだっけ。それと、オフィスと、パークス・アクリカ・レションと、うん、で、ブルックリ・ナインナイも見たんですけど、あとは、だから、うん なんだったっけえー、っと、ああのー、なんだったっけねんねん似てるやつあるじゃん。あのー、なにちょっともっと欲しい。<laughs> 情報もっと欲しい。<笑><笑><も>あ、違う違う。あの、アレステドディベロペントってやつあったじゃん。あー、あるね。はい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 。うん、うん。それも好きでしたね。それも見たりはしましたね。あ、それなんか一応見た気がするんですけど。 うんまだ全部見てないですね。それ、そうだね、まだコメディとかを見たりはする。コメディとかはネタバレ見ないでしょ、別に。ストーリーを見てやってるわけネタバレがなんか、ネタバレを見ても、その、冗談が出ないから。そうそうそう。そうそう。まあ、読んでもまだ面白いと思うんですよね。そう。っていうのがあるから、まあ。 別に別に別にって感じじゃないですか、うん、それはうんで別にその時間もオフィスとかあったら20分とかじゃないですか一つのエピソードとかあちょうどいいですよねそう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 ,う,んそ,うそこはいいですねえじゃあ、うん、あのそういう実写番組じゃなくてあのなんか例えば「立どもりとかそういうアニメえ リッケンモーリーリッケンモーリモーわかんないけど。え、うん、してないですか知らないですよ。ファムリガー街みたいな感じですけど。ええー。でも,も、も多分、多分好きと思うんですよ。なんか見たら。なんか、その、なんか、多分今聞いてる人全部知ってるぐらい人気で。あのー、そう、なんか、すごい、あーなんだろうね、グロい、 けど、あの、グロいけど、なんかそのダークな感じで、その結構、口も悪い人も多いけど、そっちね、で、あの、サイファイだから、いろいろ結構、<ー>あの、なんだろうね、あのあ、説明難しいな。結構サイファイな感じで、そういう、主人公が、その、何おじいさんと、その、孫。 で、そのじい,おじいちゃんがもう世界、世界、いやい、世界じゃない、もう宇宙の中で一番頭いい人、うん、まあいろいろ作ってるから、あの、で、彼がもうアルチュでずっともう飲みながらみたいな、うん、その孫をちょっと連れて行って、なんか宇宙とかに、で、いろいろ冒険しながらしてる感じですけど、うんうん、す,すごいなんか面白いですよ。それはアニメなんですかアニメです。

タツノーカンライダー。リじゃあ、探してみます。あとで。Netflix にあるから。分多分面白いと思うんですよ。楽しいと思うんですよ。どううん。なんか、そうね。え、ファミリーガイドかどう思いますま、ま、スチューイー好きですよ。私。なんか、なんか、予想ない。ん、スチューースキーですよ。 あ僕もストゥーイー好きですね。僕もストイピーターが好ーとピーターが好きですね、僕が。そう、ちょっとなんかストイとブライアンの絡みとか。ああ、そこはすごいいいですね、うん。あの辺の絡みとかですかね、うん、あと、うん、そうだね。ピーターだったピーターとそのメグのやりとりですよね。うん、うん、そう。雑じゃない、扱いが。<laughs> めちゃくちゃ。うん、だからなんか好きですね。うん うん、うん、そうそれはだからそうねあじゃあフュ,フューチュラーマーとか好きですか見たことありますあああらあれあらあそ,それ好き好き好き,好きそうだけどねあっマジでマジであ一番驚いた絵が絵がちょっと違ったあ絵が話じゃなくてうんう 僕大好きなんですよ。<や>フィッチュアマン、うん。泣けるっすよ。泣けるんですよ。<laughs> <laughs> 一つの一つの,あの一話があるんですけど<え>そ,のそこがもうみんながもう一番泣けるあのー、アニメって言われるんですよ。あ<ー>その一話だけ。 うん、多分もう途中ぐらいのそのシーズン4かなんとかの覚えてないですけど、あいや結構上の前の方だったっけシーズン1か2か、うん。結構泣けるやつあるから、それ何回も見たことあります。それだけの。あそれに関してはじゃあネタバレ見ますよ、うん、じゃあ私。ああ、じゃあそれよ読んでみてください。ちょっと後で送ります。 それがどっかにあったらそれは見ますじゃあおうじゃあいいですねじゃあいろいろ食いますねいいすねうん見たことあるからそれ別のエピソードじゃなくてそのシリーズは見たことあるからはいはいうん僕はそう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 僕多分全部見たことないと思うんですけどほぼ全部見てる感じですよなんか適当に適当に見てで最後になんか その最後のなんか 1, 1から2のシーズンを全部見たみたいな感じで。うん。うんそうね、だからそれはだから、たまーにだからそういうの、たまにってずっと流れてるから、見ましたね。最初何,、うん、何これって思ったんですけど、うん、その、うん、全部ね、そのあのファミリーガイもそうだけど、うん、何これって。まあ結構うん多分まあん、私あまり、 日本ではそういうアニメがな,な,な,なさそうですよね、なんか。そうだから、あ,あの見た目であの感じだから。うん。もっと違うアニメをさ最初は想像してるわけじゃない、こっちとしては。うん、そうね、なんか。あ、こういう感じねっていうその驚き。<laughs> うん。そう。はあった。なるほどね。そういう光景みたいですね、うん、なんか初めて。 すごいめちゃくちゃグロいなんかなんかファミリーガイとかで結構そういうグルーいしてめちゃくちゃん <laughs> だそうそうそうなんかそうやね結構今でも結構引いたエピソードが多分一番有名だと思うんですけど急にもう家族め全員がもうダメダメ,ダメそうですそうですそうそうそ、ん、う <laughs> いろいろ口が体出してる感じですね。もうだからね、あの、見ましたいや、結構悪名高いですよ、そのシーンが。結構なエピソードでさ、そういうシーンがさ、あるから、それ、疲れてるときに本当に見たくないよね。そうだね。余計疲れるから。うん、疲れるんです心が疲れるんですよ、本当に。そう。 好んで見るものではない。たまたまだからテレビつけて流れてたみたいなのはあるけど、その音で起きるみたいな。ああ、それは。また流れてるじゃん。また流れてるじゃん。って起きたりはしますけど。10時、1十時になったらそればっかだからね。なんか、なぜ、謎ななんか、子供向けのチャンネルが全部、とんでもないファミリー街とフィーンと、もうそれだけのような。 うん、番組だけだから。うん。そう。うん。そうだから確かにね、それは、あの、あるかもしれないね。うん、いや、だから、うん。まあ、それ、それも、だから、それに関しても別にネタバレとか見ないですけど、うん、うん。まあ、一年経って、うん、はい。まあ、特にね、何もすることがないのであれば、もう一度、うん 昔見た映画を見たり、まあ、新しい映画を見たりっていうのもまあできますけど。そうですね。まあ、せっかく1年なので。うん。じゃあまあ、1年だったら、もう隔離<か>を思い出してローソンに行こうかな。ああ、その当時のね。当時の食べ物を食べるっていうね。うん。うん毎日るね、まあ、それもあるよね。チャーリーでしょうね。 毎日行ってるけどね。どうするのうん。だから、いや、だからもうその空港近くのあそこに行ったらいいと思うよ。思い出すって。いや、成田行きたくないですね。成田は行きたくないですね。ここここそれは遠い。遠い。そう、なんかもうもう一回こうやり直すみたいな。もう一回こう、ループ、ループ突入、ループに突入する感じで。高いしね、成田に行くのが。<laughs> <laughs> 余計になんか1時間ぐらい経って、<laughs> うん、1一千二2千万払って、いや何、何万じゃない、い1千0 0 2 0 0円、ま、払って、往復、うん、じゃなくて、もう、うんうん、片道で、まあいいんですけどね、行こうかな。まあ、説得、もも説得しました。きま,すまあ、もう1年か。そうですね。いろいろありましたねっていう。 あだからあそれも含めて、もう一回、だからこのポッドキャストをさ、1>, <何>その1年前のポッドキャストが聞き直したらどうですかね。ああ、いいですね。そうですね。で、思い出す。でそれ、それでその1年前の自分の状況を思い出す。あその、ああ、かそうだ、この時まだ仕事してなかったんだよな、私は、みたいな。その確かに。それはいいですね。じゃあ、それを聞きながら。そう,<ー>そうそうそう、聞きながら成田た成田たい。<laughs> <laughs> うん、聞きながら成りたいに行く感じですね。そう、聞きながら成りたいに行って。それを、それを<で>。マル <laughs> ソン行って。まあなんならそのホテルにもう一回泊まっちゃったりとかして。うん、<laughs> いや、ま今今、今でも多分コロナ用の <laughs> やつやたるから <laughs>、やばいですよね。<laughs> 多分その辺に行ったらやばいですよね。<laughs> 普通に。そうね、まあ、行かない方がいいところではあるかもしれませんね、それは。うん まあ、なんとかします。まあ、でもあと11日だからね、あと11日で、まあ1年ですから。そうですね。まあ、それをこのタイミングでこのエピソードで話すっていうね、うん、そのタイミングですよね。別に、うん、<laughs> 来週でもできたじゃんってい感じなんですけど。あ、まあ,まあ、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 ま。あ,あ,まあ、<laughs> あちょっとね。いや、でも、今はなんか、あのー、そういう気分。 自分で健康診断も、うん、<laughs> あるのでうんそうねちょうど混乱しないようにそうです、ね、番号をしっかり聞いてうん番号じゃあ今からちょっと番号の練習しますね、うん、まあ146171818、うん、と11がちょっとちょっとね そう。でもそれ以外は17、ね、17、十7 17だし、17, は17だし、十7 17、17、17、17、17、17、ないし7 17、番と17、17、1もう7 17、17、17、17、17、17、17、17、17、十7 17、17、17、17、17、17、17、17、番7 17、17、17、17、17、1わない1番1番とかうん言わない言わない 絶対に言わない。絶対に言わない。七番 <laughs> も面白いですね <laughs>。7番とか14番とか言わないから、うんだからそ番番がつくときはそんなに難しくないはず。うーんじゃあ大丈夫か。たぶんね、まあ、って言ってまた混乱するかもしれないので、なんとも言えないです。うん、それに関してはネタバレはないので、わかんないです。あ、残念です、ね。わかんないです。わかんないです。じゃあ も私もネタバレしてたのネタバレしてた言わないけどね。知らないよ。知らない。知ってても言わない。<laughs> 知ってても言わない。<laughs> うん、うん、まあじゃあ、来週ネタバレしますね。うん、それに関してはね。うん、うん、そこだけは。うん、それ、まあそ、うん、でもそこじゃないからね、大事なのは。大事なのは健康かどうかって話だからね。 <laughs> そ,それはどうでもいいです。どうでもいいです。どうでもいいです健康診断の目的そっちだから。あ目的はもう自分が病気じゃなかったらいいなっていうどっちかで、ね、ネタバレとかもどうでもいいから。いやいや,いや番、番号を理解、聞き取れるっていう練習だけをそれだけ欲しいのでそれは会社が払ってくれて番号の練習できるっていうあの,ううの体験だけなんで。たたまたまをちょっと あのまあ、入った時ときと、ちょっと減った感じだけで、まあね、うん、それま,まあ、まあ、大イベントですから、今週の。ですね。うん、心して、ねあの、かかってください。はい